今日の調べてみたらのテーマはあこちら危ないですあ、これ潜ってる身近に潜む危険生物です千葉県では特定外来生物のカミツキガメが捕獲され今 首都圏各地で危険生物が出没さらに、これからの時期より身近な場所にも危険な生き物がああ痛い痛子供たちが磯遊びをする海でそして、山や住宅街に出現するやっかい者が。あちょっ ちょっと待って、泉くん足ついてるかもえ、あ、嘘嘘嘘あ、本当だえー、鶏るということで今回は夏直前今の時期、外のレジャーや住宅街で要注意身近に潜む危険生物を調べてみましたまず訪れたのは神奈川県葉山町にある海岸 さまざまな生き物が生息するこの場所は、週末になると。たくさんの人が磯遊びに訪れます。一。一二三四四匹かな。魚。魚。小魚。しかし。子供たちが遊ぶすぐそばに。身近に取れちゃうから。考えずに。 危ないとか考えずに触っちゃいそうな危険生物が潜んでいるんですでは一体どんな場所に潜んでいるのか今回自然や生き物に詳しいプロナチュラリストの佐々木さん同行のもと危険な場所を教えてもらいましたまあこういう浜のようなところにもいますので まあほとんどの場所が危ないと言っても言い過ぎではないと思います。ほとんどの場所が危ないとは。すると岩場に早速。うわあ偽黒ナマコのでかいのがいた。危険なナマコはいますよ。非常に毒性が強くて危険なんですよね。岩場の隙間から見えるのは。 黒ナマコというナマコの仲間その名の通り黒ナマコとよく似ているため近くで生き物観察をしていた親子も。ナナマコナマココですと警戒心はありませんが。 我々が普段食べているナマコとは別の種類なので食べれないんですか、うん、これは毒が強いナマコなんですよね、えー、毒は強力なため絶対に食べてはいけませんこれ普通に食べられるナマコと区別つきますか、ね、全然つかないです <laughs> 見分け方あるんですか <laughs> ニセクロナマコはあのあんまりここに砂がついてないんですよよく我々が食べるナマコは生きている時はこう周り砂がいっぱいついてる。えー、まあこれちょっとつるっとしたナマコ見た時は気をつけたわけですねそうなんですねこ引きましたね 次に佐々木さんが目をつけたのは浅瀬にある岩足元にあった岩をひっくり返すと岩の裏にはたくさんのウニしかし、その中にひときわ針が長いものがこれが。危険生物のガガンゼです ウニの仲間のガンガゼですしかも一匹だけでなくじゃあまあ相変わらずちょっと海のあここにもガンガゼちっちゃいけどあれこれなんですかうんこれちっちでも長いでしょ針が小さいものからあそこに大きなガンガゼいますこれ大きいですね大きいガンガゼまで 大量にいましたいっぱいいますねいるゆるガンガゼ王国だこのガンガゼ長い針には毒があり普通のウニだと思って触ってしまうとこれものすごく痛いんですそして針が刺さってしまうとすぐ折れてしまうから取れないんですよね刺されると激しい痛みを引き起こし重症化すると 体が麻痺したり呼吸困難になることもあるといいますててそしてこの場所にはこんな意外な危険生物も何かいたの、はい、タコえタコ <laughs> 大きなマダコだねこれどこにいたのこれの<え>浅瀬で泳いでいたという大きなマダコ 食卓に並ぶことも多く、危険なイメージはありませんが、実は注意しなければいけない部分があるんです。それは、タコ自体があの口のところ、ね、まあこのあたり、ちょっと危ないので噛まれると結構大変なんですよ。八本足の真ん中にある口は歯が鋭く、噛まれると痛いのはもちろん。 唾液には少量の毒がありその影響で痛みが長引いたり肝部が腫れたりすることもあのこんなに浅いところにまだこのこんな大きいのがいるんですよだからここでどんな生き物にあっても基本的にはそんなに驚かないということなんですねさらにフグと同じ毒を持つ超危険な魚やなんか取れたこれ見てくださいえ？青コゼです 見てくださいよ、これ。一見かわいいでしょう。これね、別名海金魚って言うんですよ。男性が捕獲したのは。赤くて小さな魚。海金魚とも呼ばれる。ハオコゼです。この頭の上あたりの背びれ。これが一番怖いです。小さいけども。ベンジャラス先生。背びれに毒があり。 刺されると患部が腫れ、痺れや強い痛みに襲われます。実は僕もやられたことあるんですけども、あの、この腕刺された時に。あの表現としてはね。一番虫歯が痛い時の痛さがここにあって。それが二十四時間続いた。そんな感じです。こうした海の危険生物は磯だけでなく。浜辺にも。 やってきたのは、千葉県にある船橋三番瀬海浜公園。干潟には、貝やカニなど、多くの生き物がいて。親子で潮干狩りが楽しめる、人気のスポットです。今、何してるんですか。潮干狩り。こんなに生きてる。すごい。しかし、そのすぐそばにも。危険生物は、息を潜めているんです。 一体どんな場所にいるのでしょうか。干潟を歩いてみると。何か見つけました A が。A。A が。A が。A が、中坂さん。潮干狩状に A? 実はこの画面にエイがすでに映っているのですが、皆さん、わかりますか潜んでいたのはここ。 これかこれかこれか。その正体は危険生物のアカエイです。スタッフが歩いていた浅瀬にも。あこちらあ危ないですあ,あこれ、はい、潜ってる。隠れてるて隠れてるってことです。えー、なのであのあ要は危ないってこと。わあすごい大きいですね。 泥に紛れ込む赤い体長1メートルほどの大きな体を砂に隠して潜んでいました体からは長い尻尾が伸びていてよく見ると鋭い毒針がついています今赤い中に潜りました砂をかぶって隠れているんですかね 砂に隠れる赤いに気づかず、誤って踏んで刺されてしまうと、大変なことになるんです。これは、去年調べてみたらが取材した、救急隊密着の映像です。運ばれてきたのは、赤いに刺された男性。けたたかりますよあ。ちょっと我慢してね。 激しい痛みが襲いかかり、成人男性が悶絶しますこの時はすぐに治療をし、事なきを得ましたが最悪の場合、死に至りますさらにこの毒針は長靴を貫通するほど鋭く返しがついているため引っ張っても簡単には抜けません

公園では、赤カエイの被害に遭わないように、潮干狩り期間中はパトロールを行っています。海で遊ぶ際、足元が見えない場所には十分な注意が必要です。一方、これからの時期、注意が必要なのは山のレジャーでも。やってきたのは神奈川県秦野市。ここは、 キャンプをしに来ました年に2回ぐらい春と秋に来てます都内からのアクセスもよく週末には多くの人が訪れるキャンプ場ここにも危険な生き物が潜んでいるんですそれがあ、痛いた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 いました,いましたここに 指をさした先にいたのはクネクネと体を動かす生き物これが山ビルですねこう動物のねあの気配をこうやって、まあ、熱とか二酸化炭素とかでね検知してちゃんとこう来るんですよね。山ビルです 水辺や日陰で湿った場所に多く生息する山ビル。特に注意しなければいけないのが。とにかく血を吸われるっていうところなので。で、ヒルジンっていう物質を持ってて、血が止まらなくなるんですよ。血を固まらせない物質、ヒルジンにより。かさぶたができにくく、かゆみも残るため。よく洗う必要があります。

実はヒルジンには麻酔効果があり痛みを感じにくいため吸われた瞬間に気付くのは難しいんですしかも服や靴下の隙間から血を吸われてしまうことも知らないうちに刺されててか、吸われて、うん、結構あの、これぐらいの暑さでも平気なんですね。 ああもう結構あの布の隙間とか通っちゃったりしますからね。山ビルは4月頃から活動を始め、6月頃に活発化するといいます。そのため近くのキャンプ場でも山ビルへの注意喚起が行われていました。今ヒルが出始めていますので足元だけちょっと気をつけていただく形でお願いします。ヒル出てるって。マジか。そんな中。 キャンプに来ていた四人組は。なるべく涼しい格好で来ました。生き物の対策してますか?。ゼロです。ゼロです。その。昼の対策はしていないようです。しかしインタビュー中に。あの昼がそれが。あ、ちょっと、待って。イルミが足ついてるかも。え、嘘、嘘、嘘。あ、本当。え、え。すぐ。

登山やキャンプ場で気をつけなければいけないのは山ビルだけではありませんその危険生物が隠れているのは山道の脇にある茂み白い布で地面を軽くこするとあいたいたいた,いたあたいましたいましただいぶちっちゃいやつここです ここにいますあ、すごいちっちゃい指をさした先にいるのは、小さな虫とこれ、チマダニと呼ばれているマダニの仲間です、えー、わずか一ミリほどの危険生物、マダニですその危険性はマダニの場合は、何日という時間をかけて長く吸血する あとは一番怖いのは感染症ですね。さまざまな感染症を引き起こす菌やウイルスの媒介です。中でも危険なのが、去年国内の感染者数が過去最多を記録した SFTS。2013年に西日本で初めて確認され、その被害は徐々に東に拡大しています。 致死率は10%から30%と言われる恐ろしい感染症ですさらにマダニは通常山に生息していますがその被害は住宅街でもやってきたのは千葉県西住市住民に聞き込みをするとそんな1ミリなんてのいるんですかあら そキョンがいてねそれがまだマダニを連れてくるというのはよく聞いてますけどやっぱ怖いですよね野生動物が多い地域では動物にくっついて山から降りてきたマダニが住宅地でペットや人間を噛んでしまうことも過去の取材でも住宅街のすぐ脇の茂みで。 お、ついた、マダニだすごい、すぐにマダニがいましたねマダニを発見していましたその近くに住む女性はあれめ、なんかかゆいと思ってこぴぴってやったら、なんかあると思ってえ、これマダニじゃないみたいなえ、人にもさすのみたいな感じで猫にくっついていたと思われるマダニに 家の中で噛まれたといいます現在、いすみ市ではホームページで注意喚起をするなど対策しています山やキャンプ場以外でも噛まれる危険性のあるマダニ草むらなどでは肌を露出せず虫除けスプレーで対策することが必要ですということで 夏目前の今危険生物を調べてみたら見た目では危険性や存在がわかりにくく一見安全だと思われるような場所にも潜んでいることがわかりました皆さんご視聴ありがとうございましたありがとうございました,ました4月放送からイとはリニューアル私はオイミ全力疾走で頑張ります調べてみたらや他の大好評コーナーも さらにパワーアップしますよはい、皆さん、ぜひご期待くださいえこの動画へのいいねやチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。